こちらファイブスターズのパーソナリティ5人が週替わりで同じことにチャレンジして帯番組としてつながっていくコーナーです。先週はリンリンリンクスをお届けしました。なんか勉強になりましたよね、いろんなことがね、本当に、まあ、農家の方と先生に電話をかけました。で、私あの後そのキュウリを作られてるとかいう話をやっぱ聞いて、あ、やっぱ農業って大変だし、大変だけど面白いんだなって思って、あの橋本愛ちゃんが主演をやられてるリトルフォレストっていう映画があって、農家なのかな、まあ、自給自足で結構山あいの村で生活してる女の子の映画なんですけど、それとかを見たりしてすっごい影響されちゃって、先週の電話にそんな1週間を過ごしたりしました。で、先生からね勉強の仕方教えてもらったりして、あ、やばい、ダウンロードしてないアプリ、あー、もうそういうのはダメなんだね。それもう勉強のことは全然ダメでした、ごめんなさい、勉強します、単語勉強します。はい、ということで今週はこんな企画をお届けします。こちら、嘘発見リンクス。はい、今週は嘘をつくと電流が流れる嘘発見器を使ってファイブスターズの5人の嘘が見破られていきます。これ YouTuber の人がやってんの見た。それやるよね、本当にこれ当たんの。もうなんか基本的には全ての質問に対していいえで答えていくらしいんですけど、まあ嘘じゃなければ電流は流れないはずなので、まあ、どんな質問がね、だって別にね、なんか、まあ、自分を信じて答えていくというか、なんていうかね、まあ、だって嘘だったらまあね、あれだからね、まあ、とりあえず全部家でやっていきます。それではやってみましょう、嘘発見リンクススタート。じゃあですね、嘘発見器に手を固定します。これでいいんでしたっけ。はい、わー、もう固定されちゃったよ。で、これでなんかなんていうの、何を測る、汗。あ、今日ね、よっちゃんがね質問を出してくれるんですよ。はい、じゃあ質問お願いします。正直芋はもう飽きている。いいえ。いいえ。飽きている。いいえ。芋は飽きている。いいえ。ブッチーが買ってきてくれるケータリング、実はもっと他に買ってきてほしいものがある、うん、いいえ。いつもとってもしたい。あんま手つけないですもんねって言うと、なんなのね、ブッチーさん、そういうとこあるよね。じゃあ次行きます。ありがたいと思ってるのに。番組上では仲のいいように話しているが、うん、ほこほこ月曜日噛んでるやん。実は全然ほこほこしていない。いいえ。ほこほこしていない。いいえ。ビジネス。いいえ。痛いねえ、自分が傷つくこと何そうやって追い打ちかけるの。質問ひでえって言ってるよ、ほら。まだいける、まだいける、まだいけるらしい。今もう超こっそり聞いたつもりだけど、がっつりオンマイクでしたからね。確かにマイクだった。今日マイクあるよ、あるからね。あ、じゃあこれだ。汗かいてきた、もうやだ、怖いよ。番組スタッフに物申したいことがある。いいえ。ケータリング以外で。いいえ。ケータリング以外。痛い。何よ、物申せばいいんだ。もう痛い、もう本当にやだ、もう。私さ、打ち合わせの時もやったけど、ずーっと鳴るの。なんでディレクター陣は一向に反応しなかったらしいです。でもよっちゃんがなるの私知ってる。なる。やってみる。やばい。4はやめて。
3ね。3だね。4はやめて。え、でも私2だったから2でいいよ。優しい。優しいでしょ。ビジネスじゃないから。怖い。なんか。なんでさ、自分たちで質問考えるのにビジネスとか言うの？あ、映る位置に置いて。映る位置。映る位置に手を持ってきて。そこ無理ない？リセットして。スタート？スタート？スタートです。今。今まだ試してやってます。へえ。へえ、こんなの聞こうとしてたんですね。ふーん。はい。で、スタートして質問するのね。月曜ホコホコチームは正直ビジネスである。いいえ。てれー。なんで初めて。でも家でもうトゥルーなところ行こう。別にビジネスじゃないもんね。ある意味勝ったみたい。勝ったぜ。なんか嬉しいからもうこれで終わりにしよう。なんでさっきおっちゃん絶対なんつったのにな。ということで終了です。私はケータリングだってありがたいと思ってるし、みんなのこと好きだもん。私みんなのこと好きだもん。悲しくなってきた。うん。明日は水泳チェンでチャレンジしますよ。お楽しみに。以上、スタイリングスのコーナー。